回のタイトルは、カルダノはスラダのディファイの崩壊から利益を得るのかです。ぜひ最後までお付き合いください。カルダノエイダとソラナソルは時価総額の点でイーサリアム ETH の最も人気のある競合相手です。どちらもブロックチェーン分野の代表的なアルトコインのスケーラビリティの問題に対するソリューションを提供しています。エイダは2022年に暗号通貨の弱気相場の影響を受けただけでしたが、ソルは FTX の崩壊とともにこの圧力に対処しなければなりませんでした。 FTX の崩壊により大手アルトコインの支援者であるソラナはカルダノよりも多くの時価総額を失いました。しかしこれにより2023年にはソルは古い暗号通貨よりも大幅に高い成長を遂げることになりました。エイダは1月に 45% の市場上昇だったのに対し、ソルは同期間に 130% の成長を遂げました。この2つの暗号通貨はそれぞれ異なる理由によって成長しました。ソラナはミームコインであるボンクの台頭に大きく影響されました。新しい投資家がこのネットワーク上のトークンをますます求めているため、ソルのブロックチェーン上の動きは非常に高くなりました。一方カルダノは非合成ステーブルコインやスマートコントラクトプラットフォームにさらなる拡張性と他のネットワークとの相互運用性をもたらすアップデートなど、そのブロックチェーン上のリリースをめぐる熱狂的な動きによって成長しました。ディファイ、ソラナ対カルダノ。これらの通貨のもう一つの違いは分散型金融ディファイセクターで見ることができます。ソラナは1月上旬に2億600万ドルだった TVL が月末には2億6400万ドルに上昇しました。またディファイラマのデータによると、カルダノの TVL は4800万ドルから7400万ドルへ上昇しました。このセクターでのカルダノの成長は主にソラナよりも TVL が低いため、より高くはなったものの競争の激化も顕著でした。ソラナ愛好家にとって残念なことに、この成長を維持することができませんでした。ソラナのブロックチェーンで分散型取引所DEX の量を増やすことに成功したアルトコインであるボンクへの無関心の結果、その TVL はここ数日で大幅に低下しています。ソラナの DEX 自体も低迷しており、2月10日の取引高は4158万ドルで前月比 27% 減となりました。 DEX は投資家やトレーダーの間で人気を博していますが、最近の減速はユーザー側が代替取引に移行していることを示している可能性があります。さらにソラナのディファイプロトコルであるエバーレンドファイナンスは流動性不足のためサービスの停止をコミュニティに通知し、その結果 TVL は 6% 減少しました。ローン関連資産に対する需要の減少もこのディファイプロジェクトの危機を招いているようです。エバーレンドチームはディファイプロダクトコードは可能な限りアップデートのためにオープンのままであると述べました。カルダノの活躍の余地はあるのか。カルダノがディファイ市場で成長するには良いタイミングかもしれません。 TVL に関してはポジティブなステップを踏み続けており、執筆時点では1億200万ドルの価値がロックされています。このプラットフォームがこの動きを維持できている要因の一つは、2023年の成長をミームの投機に頼らなかったことです。ステーブルコインは問題を抱えながらも、犬のロゴがついた単純なトークンよりも資産としての重要性ははるかに高いものです。ジェドの登場は分散型金融におけるカルダノの存在感を示し、今後の強気相場においてカルダノの TVL にとって重要な触媒となる可能性があります。さらにチェーンリンクと同様のサービスを提供する分散型オラクルの約束も暗号通貨の価値提案に役立つ可能性があります。しかし2023年のこの第一四半期にエイダ保有者が驚いたのはジェドだけではありませんでした。分散型レンディングプロトコルであるリキッドもカルダノに存在し、ディファイの発展に貢献しています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。